チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは著作家の宇山拓栄でございます前回に引き続き経験問題が与えた影響から皇室、国民、政治といったことについて掘り下げて考えてまいりたいと思います今回は特に女性宮家という視点で考えてまいりたいと思います M 子様にとって 皇室はどうしても逃れたいところであったというふうにされております縁子様は経験師との結婚によって皇籍を離れられましたそしてニューヨークで幸せに暮らしておられるということが伝えられております皇族であられる間縁子様は笑顔をほとんど見せられることがなかったように思います まあこうした笑顔をですね、そのニューヨークで見せられたというのはま初めてのことであり、私もですね、あの表情を拝見させていただいた時にはですね、大変驚きました。まあ、こういうふうに一般の人と同じように笑われるんだなという思いで拝見をさせていただいたわけであります。まあ、そうした意味でもエムク様にとって皇室は耐え難い場所であったのかもしれないということが。 推測をされるんですね。恵子様のような女性皇族が皇族をやめたいとなった場合に、大きくそのやめる方法というのは二つあるんです。第一に、女性皇族が結婚をする場合に自動的に皇籍離脱されるということであります。まあ今回こうしたことになったんですね。で第二に。 皇室会議の議決を経て辞めることもできるんです。結婚とは関係なく辞めることもできるんです。でこれは皇室典範の第十一条の一個に記されていることなんですが、十五歳以上の内親王、女王のその意思に基づく皇籍離脱についての規定がなされております。まあこの中にですね。 皇太子や皇太子孫孫ですね、えー、親王は含まれませんまあつまり久人殿下は親王でいらっしゃるので皇族をやめることができないんです秋篠宮殿下も親王でいらっしゃるので皇族をやめることができないんですしかし内親王や女王など皇族女性はやめることができるんですね どうしてこういう,う女性皇族と男性皇族との間で区別が設けられているのかと申しますとそれは男系の血統をを重視をしているからなんですもし男性皇族が次々に「自分はもう嫌だから皇族を辞めるわ」と言って、えー、その皇族皇室の中に男がいなくなるようなことになれば男系継承ができなくなってしまうから。 だからこういう区別を法は設けているんですね。まあ子様は結婚による功績離脱を選ばれたんです。まあ、結婚とは関係なくその意思に基づく功績離脱というその道を取られなかったわけですね。まあなぜならばこれ前例がそういう前例がないからということもあったからだろうと思います。ただし将来的には 女性皇族が15歳になった時にもう自分は皇族を辞めさせてほしいという主張をなさることがあると想定をされます皇、まあ、室会議の議を経るというそういう条件がつきながらも辞めることができるというそういうまあ権利が一方で皇族には与えられているわけなんですね。特に今後そういうい事態がが発生をする可能性が 高くなっているのではないかというように思います。あの政府有識者会議が昨年の12月22日の報告書の中でこういうふうな取りまとめをしたことはもう皆さんご存知の通りと思います。皇族減少に対する具体的方策として第一に女性皇族が結婚後も皇室に留まる。で第二に旧宮家の男性男子が養子として 皇族に復帰するのに案を提出をしたと、えー、まあいうことがですね、もう皆さんご案内の通りだろうと思います。この一つ目の部分の女性皇族が結婚後も皇室に留まるという案に、皇后さまをはじめとする女性皇族が拒絶反応を示されているという可能性も私はあるのではないかと思います。 結婚すすれれれれば皇室から逃れら逃れるそれままでででの我慢だだとと言っててね今まで耐えてきたんだとしかしこの有識者会議の案が法制化をされて皇族のまま留まるというようなことになってしまえばこれはとんでもないことだといっそのこともう早く皇族を辞めさせてもらいたいというようなことにさえなりかねないと。 いうふうふにも私は想定をしております、まあ、この有識者会議の案は女性皇族が結婚後も皇族にとどまることを強制することなのかどうかということについては今のところ強制という方向性ではなく法制化の段階でしかしですね強制化ということにされる可能性はあるものの 今の段階では、まあ、その強制ということにはなってはおりません。ただ、ああ、女性皇族の方々も内心はですね、戦々恐々としておられるかもしれません。これはあくまで私の推測です。まあ、現在、女性皇族は合計五人いらっしゃいます。二人の内親王がいらっしゃいますね。ええー、これは愛子殿下と佳子殿下でいらっしゃいます。 そ三笠宮ののですね明子女王陽子女王、えー、そして高円の宮のですね継、えー、子女王まあこれら女王というのはですねまあ皆さんももうご存だとは思いますが天皇から見て三神党以内が内親王で三神党以外それよりも遠いのが女王という区別になっておるわけですね。 まあ先ほど来ですねこの女性皇族の方々が戦々恐々しておられるんじゃないかということを申し上げましたがそれでもですね私は女性皇族の中にはですね使命感の強い方がねいらっしゃって強制的に皇族にとどまるということになったとしてもそれに自ら進んであえて従われる方も中には私は 必ずいいいらっしゃるとううように思います、まあ、結婚後も皇族にとどまりながらですね問題となるのはですねその配偶者が皇族の身分を保持しないという方向に今後決定的に法制化されていくならば夫婦間で身分の差が生まれることになりますよね。 えー、方はですね女性の方が皇族です男性の方が一般人ですというそういう身分の違いが生まれてくると皇族費などの予算付けはどうなっていくのかということもその場合問題になります生計をいつにする夫婦が予算を別々区分することなんかできるんでしょうか一緒にですね晩ご飯食事を食べてですね えー、一つの釜の飯をですね「あなたは3分の2食べましたね」と「私は3分の1しか食べてないのであなた3分の2の食費を払ってください」とかねそんなですねその区分ということがこれはあのできるんでしょうかまあ,あ住まいについてもですね皇族でないその配偶者がですね公的な財産である御用地に住むことはできません。 それでも配偶者に住まわせるということになるならば何らかの,その支払いの家賃などの請求をするということになるんでしょうかいずれにしても皇族の費用というのはこれは公的に支出をされるものであり皇族の住居なども公的なものでありますその公的なものをですね一般人が使用する限りはですねその対価を払わなければならないと。 いうことにこれなるんですね。で、どうやってそれをですね。払っていくのかという。そういう難しい問題がね。起こってくると思います。もうこれ非現実的なんですね。で、もしですね。配偶者が政治家であった時にはどうなるんだということも考えなければなりません。皇室の政治利用ということにもなってまいります。皇室の中立性が失われてくることになります。 例えばある女性皇族の結婚相手がですね自民党の議員であったとそしたらこれは自民党にその良い意味でも左右するだろうし悪い意味でも左右するだろうし皇室の中立性が損なわれることになりますね。政治だけじゃありません企業のののめ人でもそのイメージの影響を直接に 受けることになりますそのお勤めている企業の旦那さんの企業の株価が上がったり下がったりとかいうことがうんあるかもしれませんよね。配偶者のの職業選択の自由に制限がかかるというようなことにさえなりかねませんね。 まああの黒田良樹さんなんかはその東京都庁の職員という公務員という公的なお仕事をされておられるので今そういう全く問題なんかも起きていないんですがやはりこの政治の仕事をなさっておられるとかまあ一般の企業の政治仕事をなさっておられるとかいうことになるならばなかなか公籍離脱をしてからということであったとしても難しい問題が起こるという現実があるわけなんですね。 夫が一般人でましてやその女性の方が皇族のままというのはこれは大変難しい問題を本質的に抱えているというようにも思います。さらに女性皇族のの字字はありません家族の中で1人だけ名字がないというそういう状態にもなります。問題はそれだけじゃなくてですね 第二第三の経験士のような男が現れた場合そしてその女性皇族とその第二第三の経験士のようなそういう男がですね結婚した場合これはですね確かにエム子様はですねもう皇室を離脱をされたので皇室とは縁が切れました建前上はね縁跡関係というのはそれはもう続いてるんですが建前上はそれは縁が切れたわけでございます。 しかしですねそのもし女性宮家で、えー、その女性宮家が皇室にとどまるということであればですね必然的にその旦那さんと皇室との縁が直接的にまだそれが続くということになります関係が続くということになりますでその人物がですね第二、第三の経験史のように不適切な人物であった場合直接的に 皇族に被害が及ぶというようなことにさえですねなり皇族の威信が最大限貶としめられるということにもなるわけですねもはやコントロール不能まあ特にですね過去ない親王殿下がお姉さまと同じことをおっしゃっておられますね。 結婚ができてよかったと姉が誹謗中傷をする国民というのはけしからんというようなことをおっしゃっておられるというこういう中ではですね本当何が起こるか分からないということもあろうかと思うんですね。まあ、女性けということで法制化が進んだ場合実は良いことも一方で考えられると思います。国民のの支持の厚い愛ない新能殿下が 仮に高等に属する男系男子と結婚をし巫女を近江になれば高等はつながるんですね新たにその時点で高等がつながっていくんですでこの高等のつながり方そのものは男系派も納得できますで女系派も納得できます愛子,内伝愛子殿下のですね支持派も 納得できるみんなが実は納得ができるという理想的な形になるんですよね。そうなっていただくと本当喜ばしいことですよ。旧宮家の男性男子とね。愛子さまが結婚なさるといったら、本当に。これはパーフェクトなんですよね。ただ、まあ当然そういった強制強要はですねできないんですが、そうなれば本当にいいでしょうね。 まあただし今のところこの有識者会議のプランでは高等に属する男系の男子を皇族とした場合なども該当者は皇位継承資格を持たないというまあ提案がなされているわけなんですね。まあ、そうすると子供も位継承資格を持たないというふうなことになろうかと思います。それでもでもすね 愛子内親王殿下が仮に皇統に属する男系男子ともし結婚をされるというそういう幸運が起こった場合にはですね新たな皇統をつなぐためにさまざまな法改正をしていかなければならないというようにも私は考えます。まあそういう可能性ということをにめば女性宮家ということの法制化もですね決して悪いことばかりではない。 なないのかなと男系派にとっても女系派にとってもないのかなというふうには思うんですねまあその他の女性皇族が皇統に属する男系男子とご結婚なさればあなおかつその方々が皇族に残られた場合には新たな皇統をつなぐことができるその可能性が開けると。 いいうこととは言えると思います女性皇族の婚姻の自由を奪うことはできないけれども、まあ、そうした結婚が歓迎をされるということは間違いのないことだろうというように思います後半ではさらにこの問題を掘り下げて考えてまいります今回もご覧いただきましてありがとうございました